あの維新についてあとあの橋下徹さんについて菅元総理がですねヒトラーを思い起こすというツイッターをしたことに対してですね、あの吉村さんが国際法違反とか、批判してるんですが山本代表の受け止めをお伺いしたいんですがその国際法ってどれなんですかね。いやあの国際法に違反してるっていうのは嘘だとドイツの専門家の方が言って、さっきも藤田幹事長の会見で聞いたんですが維新としてはファクトチェックまだしてないし問題になってないと、まあ、嘘を800言って、立民他の党を叩くのが維新ではないかという気もしたんですが明らかにその国際法のどこに違反してるかわからないにもかかわらずその他党をバッシングする姿勢についてどう思うご覧になってるかお伺いしたいんですが、まあ、あの政治ということですから当然その中身という部分に対しては批判されるべき対象であろうとそれは政党であっても政治家であってもですね。でそのヒトラーというものに例えてということに関するならばそれを称賛するという形は私はこれアウトだと思ってます。一方でそのやっている政治手法であったりとかという部分に関してまるでヒトラーのようだということは私これ普通にある話だろうと思います。例えばですよ思想調査をするとかですねなんかそういうような、まるでナチスがやったようなことをやっているようなことがあったりとかね分かりませんけれどもなので称賛するようなことを言ったわけではなく、その政治手法であったりっていう部分に関して批判を、する上でのその発信者がそう感じたってことですからそれに関して何かしら訴えられるような話ではないとは思いますね。